ざっとぶり。今回は大航海時代4パワー、きっと実況していくんだぜ。前回は、アイテム探ししまくってたら全く取れ高がなかったところまで。大探索時代とまで言われてしまったからな。今回は戦っていかないとな。そうだな。何やってんの？小粋な長靴を発見したんだぜ。こいつは上物だな。これもすごい。あのさ、歯を食いしばってもらっていい？何も言わずに拳を握るのはやめるんだ、ヨウム。一つの地域を探し尽くすのが趣味になりつつあるだけだから。カルロだって。まさかあのカルロ。暇つぶしがてらエネティアに来たらイベントが起きたんだぜ。バリバリな頃のカルロか。心なしかキリッとした顔つきな気がする。リズメの商売人は鬱陶しそうだな。いいねで買うのもどうかと思うけどな。船で送るとか、カルロはなんでここまで来てたんだか。間に合わなかったのか。悲しい過去を持つ男になっちゃったんだな。商売を捨ててマラッカにいたのはこういう理由があったんだな。初期の主人公でやった後に見るとこういう歴史があったんだと思うな。カルロが仲間になるのか。思い出の地を離れるとかどんな気持ちなんだろうな。離れた方が先があるかもしれないからな。よし、これでラストだぜ。そういえば、ジェノアで依頼受けてたの忘れてた。ミーリー依頼だから終わってからだな。ああ、金がないと上納金で首が締まるかもしれないからな。公衆到着。さっさと文書届けて新大陸に帰るんだぜ。戦いの開始場所は新大陸だからな。だな。新大陸を通り過ぎてジェノア兵。報酬もらわないといけないからな。普通に新大陸に向かおうとしてたんだよな。よし、軍資金はたっぷりだな。最初の敵はマルドナード軍だな。ラティーナ95隻体制で戦いに挑むんだぜ。スイフの上限が厳しいけどな。それよりも大砲を全然詰めてない方がやばいけどな。これなら小型ガレイでも良さそうな編成だよな。そう思うかもだが、小型ガレイちょっと強いんだよな。耐久40あるもんな。で、どうするか悩んだんだが、契約禁止、シェア獲得禁止だから参謀に働いてもらうんだぜ。獲得するんじゃなく奪っていくのか。これならギリセーフかなと思ってな。奪ってる間に宣戦布告してきたら撃退する方針だぜ。手数料が思いのほか高いな。6000円くらいならいいでしょ。なんかイベント起きた。マルドナードさんがシェア奪われて怒ってるな。戦いの合図かな。この親父舐めてんな。書き込みだ。どの面下げてこのセリフ喋ってんだ。動きはない？じゃあ、買収を続けるだけだな。どんどん買収だ。いけいけ。あれ？財布がどんどん軽くなっていく。残金が4万円切ってるし。マリアちゃんの時は気にせずやりまくってたが、交易禁止状態でやると資金不足になるな。作戦変更が必要だな。どうすべきか。そうだ、本拠地でアイテム貸し出せばお金もらえるとか教えてもらわなかった。おお、そうだったな。安すぎない？ダメか。地図はダメだな。あとは月3900円、結構いい。少し下がった。マスクはダメか。ここあたりが最高値かな。使えなさそうな役職のアイテムは全部預けるか。安い。最高値きた。やっぱり上昇する量が多いアイテムが高値で貸し出せるのか。まあ、
こんなところで終わらせておくか。イベント。何事だ。なんか民族系の方が来た。リアルと同じ民族の方か。散々な言われようだな。一応かくまったか。わくらい聞かないとな。そや、無名なのに東南アジアまで名前聞こえてるからな。反乱軍首謀者が一人で歩き回ってるのか。すごい世界線だな。民族系は女系継承がありなのか。どうなんだろ。根血か。考えるなという方が難しい話題だな。あのヤサ男か。ああいうのは信用しちゃいけない典型だよな。速攻新しいイベントだ。イベント会になりそうな勢いだな。いやいや、何もしてませんか。少し買収しただけ。利益も止めて国作るとかな。利で動くのはすぐ裏切るからな。利で動かない人の方が少ないといえば少ないけどな。世の中金ではないと言いたいがな。自分の手を汚さないやり方はどの時代でもやってたんだろうな。一番楽なやり方だしな。サムエルのことを思い出してあげてください。あいつはいいやつだけどなぁ。なんか反乱軍首謀者が仲間になった。反乱はどうするんだよ。首謀者がいなくてもやっていけるなら大したことないやつ説あるな。イベントラッシュ。まあ、普通にやってたら順番に起きていたんだろうけどな。寄り道しすぎた結果だな。もう面倒くさいのでカットしていくんだぜ。で、いきなり覇者の証探すアイテムもらったんだぜ。戦う必要なしにもらえるのはいいな。幽霊戦はなしでいけるのか。それが一番嬉しいかも。サメもか。ランダム系は面倒いからな。またか。いい加減鬱陶しくなってくるな。肩身が何もないのか。ポンチョは男性限定なのか。そういうもんなんだな。ポンチョが鍵になるとかすごい展開になりそうだな。いや、そこは聞いておけよ。もう、今度はなんだよ。え、マルドナードと戦う準備してきてたのに。新大陸以外の場所が初戦になるのか。てか、もうティアルはエスカンテ裏切ってる感じなのか。そんな展開になってる気がする。そうなのか。まあ、いいけど。いや、最後は武力だぜ。だな。シェア奪うだけじゃなく回線で叩き潰しまくらないとな。レンタル料結構もらえた。これだけもらえれば補給分はなんとかなりそうだな。初戦の場所を北海に定めて、まずはロンドン兵道中。ライムを手に入れたいしな。なんかイベント来た。あいつはクリフォードか。いやいや、そんな驚く相手か。いろんな相手に合ってるだろう。潔いな。
ギャルもこれから海賊になるけどなぁ。他の紹介から絞りカスになるまで絞り取るんだぜ。え？透明。いやいや、こっちは戦いに来てるんだが。イギリスが。生きてた中で一番の笑い話だなぁ。この時代の欧州勢には自分たちの正義しかないからな。一応世界情勢は追ってるんだな。それはそれで早い段階で一致団結できたんじゃないかと浅知恵で言ってみる。結果的に統合してるしな。聞いたことある襲撃だな。なんでそういう船は存在しないんだろ。遅い放題だもんな。長いがクリフォード軍と同盟結ばされたので北海での活動は諦めるんだぜ。となるとどうするの？地中海は危ないから。いろいろ考えた結果、初戦の相手はアフリカのシルエイラ商会にするんだぜ。規模的に初戦の相手として都合いい感じだよな。ああ、あまり大きいとどうなるかわからないからな。さっき同盟結んだ連中もやってるんだけどな。マヌエルさんがここで仲間になるのか。ストーリー進めないと出てこなかったのか。これは盲点。触れる程度はしておいた方が良かったな。こいつこんな設定だったか。もう忘れた。さあ、始めようか。シェアウバーお金ももったいないからさっさと宣戦布告。ただ、町に勝てる気がしないのでシェア 100% は割らせておくんだぜ。大砲積んでないからな。下方は寝てまでー。始まったー。よし、小型船縛りがどんなもんか試す時が来たな。サンジュルジェのシェアを奪ってー。出航するんだぜ。なんか来た。お前の縄張りだと誰が決めた？その通りだぜ。縄張りは潰すためにあるもんなんだぜ。うん、こっちは武力で訴える用意がある。望むところだぜ。所詮はシエラレオネ付近にいるシルエイラ艦隊を攻撃するんだぜ。配置は完璧。装備も行き渡らせてあるから問題ないわずなんだぜ。発見。よし、突撃なんだぜ。戦闘中も買収を忘れない。懐かしいな。いきなりのパーフェクト。いいペース。どんどん打破するんだぜ。敵機関撃破してー。これ依頼何回分だ。交易品は海上投資しつつ、シルエイラさん潰す頃には金持ちになってるかもな。一番の近道はやっぱ戦争だったか。略奪最高だな。とにかくシルエイラ艦隊を叩きまくってー。全員が一等戦レベルだから楽勝すぎるな。今回の勝利。この金でどんどん買収していくんだぜ。敵から奪った金で買収していく。最高に気持ちよくないか。最高すぎる。シルエイラ艦隊は回復に時間がかかるようなのでどんどん買収していくんだぜ。まずはサンジュルジェー。結構時間かかりそうだな。お金で奪えないから地道にやらないとな。地図上に出現したら叩く簡単なお仕事。マリアちゃんのクリアレベルが110いってなかったんだよな。エミリオのレベルが106ってことは、まあクリアできるレベルに入るってことだな。シルエイラさんが少しかわいそうになるな。まあ
私たちに献上するために金貯めてたと思えば少しは報われるんじゃないか。いや、全然報われないでしょ。金があっちからやってきたんだぜ。遠距離戦は苦手。全力で接近するんだぜ。見つけた。なんだ、一隻だけか。だいぶ弱ってるな。速攻で終わり。奪えるお金にはあまり変化ないからいいな。見つけたら潰す。お金奪うの楽しい。もう気分は海賊だな。どんどん買収して。艦隊見つけたら潰して。約束ばかりだな。最後勝てなかった。でも、倒した。まだまだ絞れそうだな。もう回戦が始まった時点で勝利は確定しているんだぜ。お金ください。ジェナスなら勝てると思ったか。戦争すべが倍近くあるジェナスを見たことがあるか。装備でモリモリにしてあるしな。ついに勝利。もうシルエイラ艦隊がお金にしか見えない。もらえるお金が減ってきたな。ここでサンジュルジェのシェアを奪い尽くした。ここで特別ルールなんだが、奪い尽くしたところはシェアを獲得許可にするんだぜ。独占しておかないといろいろうるさそうだしな。そういうことなんだぜ。というわけで、軍事投資次々行くぜ。シエラレオネも終わり。買収攻勢は続く。エルデも終わってた。買収しまくりはこれはこれで激しいな。これでよし。下方は寝て待つスタイル。紹介が壊滅した。シェア奪い尽くしでも壊滅させられるんだな。最後は海戦かと思ってた。海戦と買収でシルエイラ紹介を壊滅させたところで今回はここまで。ご視聴ありがとうなんだぜ。